10月21日月曜日、お昼12時前です。まだちょっとね、正午まではあと15分ほどありますが、お腹空いたんでね、今日実は朝ごはん食べるちょっとタイミング失って朝食食べれなかったんで、非常にお腹が空いてるんですが、ランチここでいただきます。じゃん。久しぶりの昼奥戸さん。夜にはね、何度か、来たんですけど、昼間に来るのはね、久しぶりです。昼前だというのに外気温がねまだ21度ぐらいしかなくて、いやだんだんね日に日に日中涼しくなってきてます。いや涼しいんじゃないな、寒くなってきてますね。もうねメニュー見るまでもなくおそらく唐揚げになると思います。うまそう。ご飯の小とお味噌汁。ご飯は小だけどね、相変わらず量が多い。あとお味噌汁と唐揚げが3個でね、この塩がうまいんですよね。それではいただきます。いただきます。うん、うまい。ごちそうさまでした。完食です。いやー、うまかった。お腹いっぱいです。じゃーん。職場戻る前に地元のショッピングセンターにやってきました。夢タウンです。で、夢タウンのね、ここの横のゼビオさんにちょっと用事があるので立ち寄ってから仕事戻ります。だいぶね冷え込んできたんで、そろそろ冬物を一新したい。エスカレーターではなく階段利用します。スポーツゼビオさん、一応ね撮影はここまでということで。夕方5時40分過ぎになりました。今日は早めに帰宅してます。それでは早速いただきましょう。いや、しかしね、昨日のラグビー残念でしたね。せっかくね、ベスト8まで上がってきたんですが、ほんとね、残念。やっぱりね、このあたりが力の差なのかな、差のなのかなっていうような感じですね。それでは、いただきます。ああ、相変わらずうまい。昼飯食べた後に、スポーツゼビオに、冬物物色しに行ったんですが、あんまりねこれっていったちょっとこう心惹かれるようなものが見つからず、まあいろいろねお店の中見て回ってたんですけど、これがね気になったんで購入してきました。じゃーん。わかるかな。新品なのでね、いろいろ養生されていますが、バックパックですね。容量が何リッターだろう、20リッターぐらいかな。メーカーはね、ヘリーハンセンですね。で、型番が HY91880。容量21リッターになってますね。21リッターです。バックパックやリュックもね、いろいろメーカーの持ってるんですけど、今主力で使ってるのが GoPro のシーカーですね。もう日帰りだとかもうちょっとした外出時には本当にあのシーカー便利で、あれもでも20リッターぐらいなのかな。ただ、若干ね、物が入れづらいっていうところがありますね。で、今回購入したこのバックパックですが、バケツ型っていうのかな、スクエア型っていうのか、最近ね、流行りの形ですね。先日あの、子供に購入したノースフェイスのバックパックも同じような形です。ヒューズボックスだったかな。ノースフェイスのヒューズボックスを当初購入しようかとも考えたんですけど、あれちょっとね、容量的にでかいんですよね。30リッターだったかな。普段使いにはね、自分には少し大きすぎるので、まあ部活やってるね、あの子供さんとか選手だったらいいと思うんですけど、まあほんとね、
普通に使うにはかなりあれ容量大きいので、もうそこまではね、必要ないので、このね、同じような形のボックスタイプの小型の21リットルのこのバックパックを購入してみました。一応ね、かなり防水効くみたいで、まあ雨の日でも大丈夫かな。このね、黒でシンプルなデザインがいいですね。この HH のこの文字がここに入るだけ。面白いのはこの収納ね、上蓋開けたここから入れるような形になるんですが、これ通常ね、チャックって多分こっち側が開くと思うんですけどね、これ反対側、背中側の方がこうガバッと開きますね。これは非常に面白いな。中はちょっと見えないかな。まあ、仕切りがね、間一箇所あって、もうとにかくね、荷物をどん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 下に下に押し込んでいく、そういったね、タイプですね。このサイド面からも中にアクセスできますね。まあ、この辺は非常に使い勝手良さそうな感じ。非常にバッグが軽い。これはいいな。ああ、うまい。カメラバッグとしてはね、使用できないかと思うんですけど、まあそれでもね、今撮影してるこの LX100 だとか、あと G9 Pro なんかはね、適当に突っ込んで使うにはちょうどいいサイズじゃないですかね。あとまあこういったね、両サイドのポケットあるのも嬉しいですね。明日22日火曜日は即位の礼で祭日でお休みになりますが、朝からまた競技場で昼過ぎぐらいまでかな、ちょっとお手伝い行ってきます。午後からは仕事です。というわけで本日の動画は以上となります。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。